ニュースをお伝えします。朝鮮民主主義人民共和国が10月31日の朝、大陸間弾道ミサイル ICBM を発射したと国防省報道官が発表しました。今日、朝鮮民主主義人民共和国ミサイル総局は極めて重要な試験を行いました。国家元首の命令に従って行われた今回の試射は、戦略ミサイル能力の最新記録を更新し、世界最強の威力を持つ朝鮮民主主義人民共和国の戦略的抑止力の現代性と信頼性を誇示しました。試射の現場で金正恩総書記は次のように述べました。今回の発射は、最近意図的に地域情勢を激化させ、共和国の安全を脅かしてきた敵に我々の対応意思を示すのに全的に合致する適切な軍事活動であり、また我が国家の戦略攻撃部落を絶えず高度化する道のりで必須の工程である。我々が最近目撃している敵の危険な核同盟強化策動と様々な冒険主義的軍事活動は、我々の核戦力強化の重要性を一層浮き彫りにしている。我々はいかなる脅威が国家の安全影響圏に接近するのを絶対に許してはならない。我が国家の安全状況と増大する展望的な脅威と挑戦は、我々をして現代的な戦略攻撃武力を引き続き強め、核対応体制をより完璧に整えることを求めている。朝鮮民主主義人民共和国は核戦力強化路線を絶対に変えないということを確認する。偉大な金正日国防委員長の普及の著作、社会主義は科学であるの発表30周年にちなんだ社会科学部門の研究討論会が10月30日に行われました。社会科学院のテンヒョンチョル委員長、科学教育革命自責部門党幹部養成機関の人、教員研究者が参加した討論会で、父の社会主義を守り勝利と導いた偉大な金正日国防委員長と敬愛する金正恩総書記の普及の革命的業績を深く会得し、引き続き輝かせていくというテーマの発言がありました。発言者は、社会科学者の皆が全人民を父の社会主義業に対する確固たる信念を持って、朝鮮式社会主義の前進の動力を倍化する上で責任と本分を全うすることに触れました。三元南道チョンピョン郡ホナム農場の勤労者が、昨年よりヘクタール当たり平均2トン以上の穀物を増収して最高収穫年度の水準を突破し、国家穀物生産計画を超過達成しました。東海岸の平野地帯での農作で最高記録を塗り替えた誇りを胸に、農場員たちは決算分配の集いを持ちました。ハムギョン南道農業経営委員会のパク・ドンチャル委員長、朝鮮労働党ハムギョン南道委員会のキム・ヨンハク書記、チョンピョン郡の人が集いに参加し、今年は多収穫の成果で輝かせた勤労者を祝いました。第15回平壌第一百貨店の見本市が開かれました。10月29日のオープニングセレモニーに、クァク・チョンジュン商業省関係者、生産と商業サービス機関の人、市民が参加しました。商業省が開幕の辞を述べました。セレモニーの後、一同展示品に見入りました。朝鮮民主主義人民共和国政府とロシア連邦政府との貿易経済科学技術協力委員会、通信 IT デジタル発展文化委員会名義の朝露 IT 製品展示会2024が平壌でオープンしました。10月29日科学技術殿堂でオープニングセレモニーが行われました。チョ・ユンギル情報産業省国家科学技術委員会のチョンギョン副委員長、関係者、出品したところの人、教員研究者技術者と、ロシア連邦のデジタル発展通信情報省のアンドレイ・ザレーニン次官率いる朝露 IT 製品展示会代表団、アレクサンドル・マシゴラ中朝ロシア連邦特命全権大使、大使館員が参加しました。中央にいる情報産業省の開幕の辞についてアンドレイ・ザレニン次官が祝辞を行いました。発言者は、
長老両国首脳の精力的な指導のもとに、長老友好協力関係が包括的な戦略的パートナーシップに発展していることに触れ、今回の展示会が経済発展と文明を促し、IT をはじめ科学技術分野での交流と協力を強めるのに寄与するだろうと強調しました。オープニングセレモニーの後、一同展示品を見ました。この日の夜、朝鮮民主主義人民共和国情報産業省は、アンドリー・ザレニン次官率いる朝露 IT 製品展示会代表団を歓迎して、平壌コルホテルで宴会を催しました。10月30日、平壌で、朝鮮民主主義人民共和国情報産業省と、ロシア連邦デジタル発展通信情報省との通信 IT デジタル発展分野での協力に関する合意書が採用されました。調印式に、朝鮮側からチャン・ユンギル副情報産業省関係者が、相手側からロシア連邦のデジタル発展通信情報省のアンドリー・ザレニン次官率いる朝露 IT 製品展示会代表団メンバー、アレクサンドル・マチゴラ中朝ロシア連邦特命全権大使が参加しました。チャン・ユンギル副情報産業省とアンドリー・ザレニン次官が合意書にサインしました。ついで合意書の履行のための実務者の面談がありました。一方、この日、中央にいる情報産業省が、アンドレイ・ザレニン次官率いる、朝露 IT 製品展示会代表団に会って懇談しました。在日朝鮮社会科学者協会のレイ・ウース会長率いる、在日朝鮮社会科学者代表団が、偉大なキム・イルソン主席生誕の地、マンギョンデを訪れました。代表団はまた、朝鮮革命博物館、関東総合温室農場などを見学し、平壌サーカス劇場で国立サーカス団の総合サーカス公演を見ました。朝鮮のチェ・ウンヨン選手に2023年アジアサッカー連盟の MVP 青年女子選手賞が授けられました。チェ・ウンヨン選手は2007年のラ・ウンシム選手と2017年のスン・ヒャンシム選手に次いで、朝鮮では3番目にアジアサッカー連盟の MVP 青年女子選手賞の受賞者になりました。チェ選手は2024年アジアサッカー連盟20歳以下女子アジアカップ競技大会でチームのキャプテンとして活躍し、素晴らしいプレーを見せたことで大会の MVP に輝きました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は大山宿でした。こちらは朝鮮の声放送です。明るい未来、朝鮮で次の世代のためのことは一番の誇りとなっています。これは朝鮮労働党と国家の政策です。敬愛する金正恩総書記は、国家の重大事を協議する朝鮮労働党中央委員会第8期第4回総会で、国中の児童と生徒、学生に国家負担で制服と学用品を供給するのは党と国家の変わらない政策だと強調し、新しいデザインの良質の制服とカバンは国中の児童と生徒、学生に漏れなく供給する課題を与え、その実行のための重大措置を取りました。2023年12月に行われた朝鮮労働党中央委員会第8期第9回総会でも、金正恩総書記は、党と国家が児童と生徒、学生の必需品を責任を持って保障するのは朝鮮労働党の一貫した政策、共和国の永遠の国策だと再三強調しました。平壌区域パンナム小学校のハン・ギョンヒ副校長のお話です。우리학생들이매일이용하는필수용품들인교복과신발가방과학용품들子供たちが毎日利用する必需品の制服と靴、カバン、学用品だけではありません。金正恩総書記は、今年だけでも子供たちを国の大黒柱に育てるため、朝鮮労働党中央委員会第8期第10回総会など折に触れて教育発展のための重要な問題を教えています。今年8月にも総書記は、教育は朝鮮革命の代を継ぎ
国の発展を促す重要な事業だとし、いかに困難でも次の世代の教育は党と政府が一時もおろそかにしてはならないと強調しました。次の世代のために支度と論争を閉めない偉大な父の下で、祖孫の未来は明るいものです。明るい未来、交代してお話ししました。新鮮な野菜をより多く。ここは平安市とハムギョン北道、ハムギョン南道には規模の大きい温室農場があります。今これらの農場では生産成長のための集団的競争熱風が激しく巻き起こり、それは豊かな実りへとつながっています。平安市にある関東総合温室農場では、温室の特性に合う進んだ栽培法を取り入れて最初の野菜を収穫して以来、キュウリとトマトなどを次々と取り入れています。ハムギョン北道の中間温室農場では、野菜の非売管理の先頭に立っている作業班と模範的な管理係の成果と経験を交換し、共有することに力を入れています。その結果、大衆の意気込みは高まり、それはそのまま高い生産の実績へとつながっています。また優良品種の野菜の種をまず受け入れ、円筒形の栽培装置を利用した進んだ栽培技術を導入するための技術革新に励んでいます。その他にも、野菜の栽培に適した温度と湿度の保障など、温室環境の管理を科学技術的に行い、天候条件と作物別の生育の特性を考慮した栄養液の供給を行っています。その甲斐あって、味も良く、品種も様々な新鮮な野菜が丈夫に育てられています。ハムギョン南道にある連邦温室農場では、技術学習と見学、経験発表会などを通じて従業員の技術熟練度を絶えず高めています。生物農薬も自力で生産して、病害虫の被害を最小化し、生産工程と要素をより具体的に監視管理できるよう、知能型統合生産システムを更新して、ヘクタール当たりの収量を高めています。各地の温室農場で生産された野菜は、人民の食生活の向上に役立っています。新鮮な野菜をより多く、交代してお話ししました。